どうも、日本一バズってる介護士 TikToker のガップリンです。今日は大阪鶴見区で訪問介護をされているトライバルハーツさんに来ております。とある海賊団並みに熱い思いと個性にあふれた職場なので、僕もね、気合い入れて麦わら帽子をかぶって紹介させていただいております。介護福祉をされてる上に海賊カレーっていうキッチンカーがあったり、こんな感じでスタッフに懸賞金がかけられてたり、これを聞くだけでもかなりクリエイティブでめちゃくちゃ面白そうな会社さんなんです。で、この社長がもう冗談抜きで熱いしめちゃくちゃ優しいんですよ。本気で社員っていうか、もう人のことを考えてなかったらこれはやらんやろってことが結構あって、はい、お願いしたことは基本通ると思っていただいたらってスタッフさんが言うくらいなんです。近々訪問看護も始められるそうで、それは後ほど紹介していきますね。トライバルハーツさんでは格闘技ジムと提携しているので、男性はキックボクシングや総合格闘技でトレーニングも無料で通えることができて、女性は毎月無料でマッサージ付きのヘッドスパやヘアトリートメントができるんです。訪問に行くときは会社の原付や電動付き自転車を貸してもらえるんですけど、なんと原付免許がない方は原付免許取得の補助まで出ることになったそうです。こんなん聞いたことなくないですか。2階には子供さんが遊べるキッズスペースがあったりと、プライベートを充実させてくれるものだけではなく、働きやすさを後押ししてくれるものまであるんです。ちなみにこちらなんですけど、何に使うと思いますか。実は月に1回高級ランチをかけたダーツが行われるんです。当たりの時は高級焼肉弁当とかお寿司とかが食べられるそうですよ。ちなみに先月のダーツは、こんばんは、アブリルラビーです。本日のおめでとう。カメラのレッスンすごいな。ちなみに今月はお寿司が当たって250貫出てくるそうです。いいな。お仕事探してる方が一番気になるとこって、実際に働くとどうなのかっていうことだと思うんですよね。訪問介護っていうもの自体、利用者さん一人に対する時間が決まっていて、そもそも働きやすいとは思うんですけど、お給料はどうなの、残業はあるの、忙しい、未経験から働き始めたら、そんなリアルなところを伺おうと思いますので、僕もさらに気合い入れていきますよ。ギアセカンド。それでは介護スタッフの純太郎さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。純太郎さんってここでこう働くまで何をされてたんですか。僕は引っ越し屋さんとかですね、フォークリフトっていう、こう荷物を持ち上げたりとか、いろんな仕事してきたんですけど、自分でも数えれないぐらいやってきたんで。あ、じゃあ本当結構いろんな仕事をされてたんですね。はい、しましたね。なんでこのトライバルハーツさんに出会うきっかけというか。実は僕音楽活動をやってて、はい、まあ、バンドなんですけど、その時に藤田さんに出会って。バンドの先輩みたいな。そうです。いろいろあって辞めようかなっていうタイミングで、まあ、一度電話してみたら、いいよおいでって言われたんで。結構なんかフランクな感じ。フランクな感じで。いやでもありがたいですね。そうですね、本当ありがたいです。こう未経験から介護をされたということなんですけど、はい、まあ、そこの経緯というか、どういった感じで進んでいったのかなとお聞きしたんですけど、最初面接に来た時に、はい、資格いることすら僕知らなくて、え、そうなんですか。で、まあ、ここで働きながら週3回は勉強、はい、座学をして、で週3回は出勤して、で後ろをついていく。で、資格を持ってないと訪問介護は、障害を持った人、あとは認知症の方でもそうなんですけど、利用者さんに触れないっていうのがあったので、もう本当見て学ぶっていうので必死やったんですね。こう未経験からも入って、実際に現場を見ながら資格の勉強もできたっていう。他の会社の人とか、あの資格をもう持ってはる方に聞いた時に、そういうのないよって言われました。ただただね、その本で見るだけじゃないっていうのはめっちゃ良かったですね。そうですね。これ実際にトライバルハーツさんで働きながらこう資格を取ってたと思うんですけど、はい、資格を取る時のお金っていうのはどういった感じになるんですか。会社さんが、うちの会社さんが実は出してくれまして、全額。全額、はい、全額。初任者研修のお金は全額出してくれてて、はい、週3日働いてるじゃないですか。そうです。その分の給料も入る。そういうことです。最高、はい、最高です。最高、最高です、はい、SNS とか YouTube とか Twitter、Instagram、 これいいね数が加算されると、その分お金がいただける。え、あ、え、だからインスタとか Twitter 投稿したらってことですか。そうです。投稿していいねをいただければ、その分お金が。だいたいだいたいいくらぐらいなの。1いいねにつき10円いただけます。1いいね10円もらえますか。そういうことです。1万いいねで10万、そうなんです。100万円で、10円やから1000万円。そういうことですね。例じゃないじゃん。ただ500円までなんです。あ、上限あるですね。あるじゃん。お聞きしたんですけど、はい、ま、20万稼ぎたんやったら20万、はい、50万稼ぎたんやったら50万、はい、100万稼ぎたんやったら100万みたいな、はい、本当にこう自分の目指したいところの金額っていうのは稼げるようにはしてあげれるよみたいな、はい、話をまあしてはったんですね、はい、ちょっとね、大きい声では言えないかもしれないですけど、はい、本当にみたいな、ちょっとしたいですね。これ実際、はい、いただけます。あ、いけますか、はい、ただ仕事もそうですし、自分から何かをこうしていく、しっかりと目標を決めてやっていけばお金はいただけますね。あ、自分からこう何かをした時にバックアップもしっかりしてくれるよっていう形です。
じゃあ純太郎さん、はい、本当にいろんな話セキララにね語っていただいてありがとうございました。いい、こちらこそありがとうございましたね、この雰囲気をもう感じていただけると思うんですけど、仲間になれるような方たち、はい、来ていただけたらと思いますね。ぜひぜひお待ちしております。皆さんいかがでしたか。社長が長年介護福祉業界で働く中で、関わる人それぞれの幸せを作っていけるような場所を立ち上げようと今の会社を始められたそうです。社長、僕が言うことでもないんですけど、いい会社を作ってくれてありがとう。ということで、後半は今回募集されている訪問看護スタッフの勤務内容や募集内容などそのあたりを詳しくお伝えしていきたいと思います。福祉王に俺はなる。早速なんですが、求人でも人気のオープニングスタッフの募集です。オープニングスタッフが人気なのって、入ってきたスタッフさんの意見が通りやすかったり、一緒に作り上げていくっていう楽しさが人気の一つなんですよね。そして応募3枠の早い者勝ちですよ。では行ってみましょう。おすすめしたい理由は、オープニングスタッフっていうことだけじゃなくて、訪問介護や介護タクシーなど土台をしっかりと築いてきたサービスがあるからこそ、福利厚生とか給与面とか最初から質の高い待遇っていうのが実現できるんだと思います。ちなみに1階がこんな感じで訪問介護事務所になっていて、訪問先でもし何かあったとしてもすぐに対応してもらえるんです。今いるここ2階が訪問看護とケアマネの事務所になる予定で、こんな感じになってます。もちろん全て新品なので綺麗なオフィスを使えるのは嬉しいですよね。訪問看護をおすすめしたい人、簡単にポイントをお伝えすると、子育てなどがあり夜勤が厳しい、自分のライフスタイルに合わせた働き方がしたい、一人一人としっかり向き合って看護がしたいといった希望を持った看護師さんにおすすめです。例えばトライバルハーツさんでは正社員を募集されているので、7時から19時の間で8時間勤務、早出になればその分早く退勤することになります。直行直帰も LINE で連絡をすれば OK なので効率よく働けますし、残業も多くても週に 2,3 時間で夜勤も全くなしです。お給料も27万円からで、もちろん昇給もあって手当も充実してるんです。基本的に日曜日と他もう1日休みがあって、年末年始は12月30日から1月4日までが休みです。有給消化率も 100% です。ちなみにさすが個性を大事にするという会社だけあって、制服もかっこいいし髪型も髪色も全部自由です。こうやって病院では難しいことも訪問看護だからこそ実現できることがたくさんあるんです。訪問看護が未経験だよっていう看護師さんも、最初の数回は2名体制でお宅に伺うので安心してくださいね。で、最後に社長に来ていただきました。おいっす、おっす、おっす、おっす、ありがとうございます。おっす、今日はあの取材させていただきありがとうございました。いいよ、ありがとうございます。いや、はい、ここまでこう見てくださった方、本当にこうトライバルハーツさんにめっちゃ興味出てると思うんですよ、うん、まあ、僕も本当その一人なんですけど、うん、はい、間違いない興味持ってくださった皆さんにメッセージというか、もう細かいことはね、もう見てもらって調べてもらっていいんだけど、もうなんせ後悔させないよ、よくよくね、未来どうしたいかとかもあるかもしれんけど、うちに来たことによって良かったなって言わせる自信が、骨を詰めてもらってもいいし、土台にしてもらってもいいけど、どっちにしても通って良かったなっていう場所になるかなと僕は思ってます。大海賊じゃないですかちょっとまたこの帽子返しに来ますね、いつか。勝手に託されたもん社長、メッセージ含めてありがとうございました。ありがとうございました。あ、しゃしゃしゃ、気になってるそこのあなた、コモエスでトライバルハーツで検索して働く前に働いてみてください。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら、無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガップリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。